はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらね、あのロンドンなんですけど、ここでね、毎週金曜日にね、ここでね、今日土曜日かな、有名なね、車がいっぱい集まるということで、わりかしここ有名なストリートみたいなですね、車が集まるストリート。ほら、あれカウンタックですね。カウンタック？ランブルギーニかな。なんかいっぱいね、スーパーカーが集まってますね。なんかね、これ G クラスのすんごいのが置いてましたね。ほら、これ後ろ見てん、これタイヤ6つついてる。へえ、こんなんあるね。初めて見ました。相当お金かかってんちゃうの。お、ケーターハムもありますね。あれほんまもんやな。いや、結構ね、高級車がバンバン走ってるんですよね。ゲレンデがバンバン走ってます。すごい、ロールスロイス。おお、わお、めっちゃでかい。ロールスロイスのこんなクーペがあるんですね。へえ、かっこいい。いや、すごいわ。しかしこれほんまもんやな。かっこいい、メタ車庫。一回乗ってみたい。相当狭そうやな。しかしあれすげえわ、タイヤが6つ。めちゃくちゃでかいわ。トラック並みです。これもロールスロイス。わあ、すごい。ナンバープレートなのかなこれ。いやー、ロールスロイスがね、2台もありましたね。これなんか今日イベントやってんのかなっていう感じの。お、やった、ホンダや。ホンダのこれ何やったかな。うわー、今見るとかっこええな。ホンダポリリュード、やった。いいね。いや、やっぱ今日はね、なんかイベントというか、なんか YouTuber っぽいね、人たちもね、いるんですよね。なんかマイクにロードのマイクつけたりして。うわー、これすごいな、ランボルギーニ。黒のスワロスキーみたいな。うわー、ちょっとエグいけどな。うわー、エグ。ものすごいね。これ全部ラインストーン、ラインストーンやな。こんな感じでみんな写真を撮ってますね。いやー、ぺったんこ。これさっき走ってたやつですね、ランボルギーニ。いやー、なんか結構ステッカーの趣味が悪いな、これ。いろいろつけちゃって。あ、いってな、ガルボールミッチってなんやろ。お、これ BMW の i8 ですね。こうやってね、充電器、街中でしてるの初めて見ました。うわぁ、なんか塗装もね、真っ黒で黒つや消しみたいな感じですね。うわぁ、充電してるの初めて。かっこいいね。結構ランボルギーニ見ますね。すごい。なんかミツバチみたい。なんか黄色ところで、うわー、すごいな。こんなマフラー。